中年オタッキーです。先日はねゲリラライブにもかかわらずたくさんのね、ご視聴いただきありがとうございました。ハーフカメラというね、マニアックな、テーマだったにもかかわらずねたくさんの方が、いろんなコメントをいただいてね楽しかったです。今日はね、もうハーフカメラとは正反対のカメラですね。こいつねよいしょ、まあ、以前からもねたびたび出ますけどこれ EOS1N ですね。 EOS1N に、まあ小三元レンズっていうんですか、キヤノンの 2470F4LISUSM、このレンズを装着しまして、ベルビア100ね、ベルビア100で、写真を撮ってきたんですけど、写真撮ってきたというか撮り上がるのに1年ぐらいかかったんですね。で1年前に撮った写真がどうなってるのかとか、その辺のことをね、詳しくやっていこうと思います。それでは動画スタートしてまいります。はい、まずね、今回使用したフィルムなんですね。富士クロームのベルビア100ということで、今ベルビアって名前がつくフィルムは3種類どうやらあるようで、まだね、発売されてるみたいなんですけども、全部売ってるみたいなんですけども、50と100と100F があるんですね。で、それぞれにね、若干性格が違います。50はね、もう、まあ、4で1のこと、感度が50。まあ、正確に言うたらね、実光感度40ぐらいって言われてますけど、まあ、感度が ISO 50です。で、100はね、それが100になったバージョンで、100F はね、ちょっとそれがね、色調が違うんです。50がね、まあ、ベルビアっていうのはね、一番最初出たのがね、これなんですね。これちょっともう空き箱になりますけど、これはまあ富士クロームベルビアです。いやベルビア、富士クロームベルビア今も売ってるじゃんって思うかもしれませんけど売ってません。これはね一旦ね廃盤になるんですね。2006年に廃盤になってます。で、なぜ廃盤になったかっていうと、なんか原料がね、調達できなくなったらしいです。ベルビアをね、このフィルムを作る原料が調達できなくなりまして、で、2007年にベルビア50っていう名前で再販されますね。まあ、似たような調子だとは思うんですけど、僕比べたことないからわかんないんですけど、まあ、基本的には同じ感じのフィルムで再販されて、現在に至るのがベルビア50です。で、その後にね、ベルビア100、100F と追加されるんですけども、結局ベルビアはね、50ではね、感度が低すぎるということで、やっぱり、もうちょっと感度を上げてほしいって要望はかなりあったんでしょうね。で、ベルビア100が追加されて、100F っていうのも追加になるんですけど、100F はどっちかっていうと、イメージカラーって言われるもんじゃなくてね、リアルカラーになります。だから、忠実再現に近い、まあ、プロビアに比較的近いものになりますね。で、まあ、100F はね、プロビアの焼き直しって随分酷評されたんですけど、まだあると思うんですね。見たことはないんですけど、廃盤になったってのも聞かないんで、まだあると思うんですけどね。で、今回はベルビア100で撮ってきました。ベルビア100はそのベルビア50と同じような感じで、感度を100にしてあるみたいなんですけども、フィルムの特性としてはベルビア50は緑かぶりしやすい、蛍光とかで緑かぶりとかしやすいらしいんですけど、ベルビア100に比べたら緑かぶりは、ベルビア50に比べたらベルビア100は緑かぶりはしにくいという評価になっております。で、撮ったカメラが、この EOS1N ですね。まあリバーサルフィルムをね、撮影するっていうパターンの時はね、僕は大体いつもね、ニュー F1 をね、今まで使ってきたんですけど、まあ EOS1N はね、2年ちょっと前にね、中古で購入したんですよ。で、今までね、リバーサルで撮影したことなかったんで、去年の秋にね、いろんなカメラでリバーサルフィルムを取り比べようっていうね、企画を考えて、始めたんですけどね、まあ、撮る暇がないというかね、そこまでできなかったんですね。本当は、EOS 5D Mark III と、EOS 1N と、
ミノルタフレックスとヤシカエレクトラ 35GS、この4台で取り比べるっていう企画をやったんですけど、とてもじゃないけど一人で4台ね取り回りきらなくて、でまあ取り切れなかったんで企画にね落っこっちゃって、このカメラに入ったねベルビア100がねチューブラリーになって放置してたんですよ。で、秋と春、写真を撮ってずっと放置してて、もういい加減撮んないともうフィルムダメになるぞと思って、この間ねちょっと取り上げたんですね。で今回はまあね、なんていうんですか、ベルビア100のね、発色をもう楽しんでもらおうということで、なんていうんですか、試写したね、写真をねゆっくり見てもらおうと思います。はい、1枚目がねこれ去年の秋撮った紅葉ですね。これも去年の秋、これ羽生のパーキングエリアで、晴天だったんで撮りました。これはどこだったかもう失念しましたね。全く覚えてないです。これはね群馬県のね、薄いバイパスで、ね、撮りました。これうちの近所で撮ったんですけど、これも去年の秋の写真です。で、これ今年の春になりますね。今年の春のね、桜の写真。これね、もう僕の動画をずっと見たことある人だったらね、この写真見たことあるぞ。この写真も見たことあるぞっていう方いると思いますけどね、撮り比べをやろうとしてたんでね、同じ写真を撮ってるんですよ。まあ、途中で企画落っこっちゃいましたけど、さすがね、L レンズということでね、ベルビア100のね、高サイド、もう相まって、見事な色になっております。ここから先はね、チューリップの写真になっていきますけど、これ、ズームレンズとは思えないね、解像度でして、また、デジタルカメラよりはやっぱね、原色に強い、リバーサルフィルムということでね、もう、EOS 5D Mark III でね、この同じような写真撮りましたけど、やはりね、こちらの方が圧倒的に上ですね。で、一応ね、比較の動画も作ってますんで、気になる方はね、下にリンク貼っときますんで、そちらも見てください。ヤシカエレクトロ 35GS で撮った写真と、EOS 5D Mark III に撮った写真を比較するね、動画も作ってありますんで。やっぱね、この赤とか青とかの原色に強いですね。で、この写真はね、数年前に、撮った場所と同じ場所で撮った写真、これもそうですね。になりますけど、まあね、見事な、画質になってます。で、これが最近撮った、これ浜名湖の夕日ですけど、もう夕日はね、もうベルビアで撮るにはもう最高ですね。もうちょっと色がマゼンダがかったりしてね、これ会長もいいですけど、ベルビア100ね、なかなかこれ UK でも綺麗に撮れております。ベルビア100ってね、実はね、最初あんまり好きなフィルムじゃなかったんですけど、ちょっとバージョン変わったのかな？良い色になってますね。で、今回その注目するのがね、1年前から取り出して、1ヶ月ほど前に取り切ったんですね。で、最初のね、紅葉の写真とか、本当に丸々1年前に撮った写真を、フィルムをね、その、カメラに入れっぱなしにして1年間置いてたんですよ。で、まあ、こういう状況になったらね、画質落ちるんじゃないかなと思ってね、まあ、心配したんですけど、心配無用でした。全く劣化していませんでしたね。1年間、カメラの中で放置したにもかかわらず、全く劣化していない。これね、結構ね、参考になる人いるんじゃないかな。リバーサルフィルムってね、まあ、高いフィルムですし、現像も高いんでね、やっぱ一枚一枚大事に撮るんですよ。で、どうしてもカメラの中で、長い間、置いてあるパターンが多くなってくると思うんですけど、1年ぐらいはこれ、へっちゃらだぞと、いうことをね、今回実証してしまいました。効果不効果ね。本当はね、ちゃっちゃと取り切った方がいいんでしょうけど、まあ、1年間ね、
置いてて、結構ね、車の中にも放置したりもしたんでね、あの夏場にね、一日放置したりもしたんで、結構過酷なコンディションで置いていたにもかかわらず、どうも劣化は見られないぞということで、まああんまりね、その過酷な状況で置くのはもちろん避けた方がいいんですけども、1年間ぐらいね、カメラの中にね、入れっぱなしでもね、リバーサルフィルムどうやら大丈夫だぞと。これね、結構勇気をもらえる人いるんじゃないかな。長い間かけて撮ってもね、大丈夫ということは、ちょっとずつ撮ってね、このここぞという時の写真をこのカメラに入れてちょっとずつ撮るっていうね、そのカメラ、そのリバーサル専用機にしてね、じっくりじっくり撮るっていう撮り方、もできるんじゃないかなということで、今回の動画を作らせていただきました。で、まあ、写真見ていただければわかるように、リバーサルフィルムね、やはり美しいんですね。特にね、ベルビアはね、もう世界一ね、イメージカラーとしては世界一美しいと言っても過言じゃないと思います。もう本当にね、いい色で撮れますし、で、以前もね、そのプロ用のスキャナーで、やったらどうなるかっていうので、動画作りましたけど、スキャンスタジオ F11 さんみたいにね、東京都葛飾区のね、みたいな、プロのスタジオで、その、高額なね、そのフィルムスキャナーでスキャンしたら、さらに美しいものができます。つまりね、まだまだね、デジタル写真よりもね、リバーサルフィルムの写真の方が美しいっていうことがよくわかると思うんですね。感度の縛りとかね、オートホワイトバランスじゃないという、リバーサルフィルムはデイライトって言って、室内とかね、フィルター、室内とか日陰で撮るときはフィルターかけないと色が変わっちゃうんですけど、そういうね、弱点はありますが、特に原色に強いということでね、まあフラッシュを焚いてのね、ブライダル撮影とか、そういうのにも強いですし、やはり、まだまだデジタルカメラ、リバーサルフィルムの敵じゃないぞということも、今回、お伝えしたいと思います。はい、今日の動画はね、こんな感じですね。どうだったでしょうか。ではここからは、投稿写真、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナーなんですけども、今回実はね、僕はね、その静止画を動画に変換するソフトでね、フィルムストーリーっていうアプリを使ってるんですけども、そのフィルムストーリーにね、コピー&ペーストができなくなったんですよ。なぜかわかんないんですけどね。で、 iPhone 6S と iPhone SE 第2世代使ってるんですけど、どちらもできなくなって、写真にね、字幕をつけれなくなっております。で、今回はね、もう致し方ないんでね、もう動画に、字幕をつけずにね、読み上げます。もちろんね、一文字一文字入力してね、作ることもできるんですけど、もう爆発的に時間がかかるんでね、ちょっとコピペなしじゃ無理だと思って、今回はね、作品にね、字幕がつきません。申し訳ありません。でね、作品をね、紹介していくんですけども、トップバッターがね、これものすごいね、今待機者になってるんですね。ね、トップバッターがガメラさんの作品ですね。タイトルはね、光のタイルっていうことですね。カメラ富士フィルム XT2、レンズがカールツアイスバリオゾナー2870で撮影しました。格子窓から差し込む光の影で地面にタイル模様が描かれてたので、あえて周囲を切って格子影のみに しましたが、いかがでしょうかということで、僕もね、この手の写真よく撮ります。よく撮るんですけども、これはね、半逆光で撮られておりますね。つまり、横から光が入っている状況です。これね、実はね、逆光にして撮るとね、床が光ります。僕はね、逆光で撮ります。特にね、ガメラさん、これバリオゾナーで撮られていることで、逆光は多分怖くないと思うんで、思い切ってね、その太陽に向かって撮ってみてください。そうするとね、床のタイルが光ってよりね、印象的になると思います。まあ、これはこれでいいと思いますけどね。はい、ガメラさんありがとうございます。次はね、ケイジローさんで、写真1枚。タイトルがね、朝露でキラキラ、カメラはニコン F、
レンズはマイクロニッコール PC オート、55mmF3.5 ですね、フィルムはねロモグラフィーのファントム8ということですね、早朝朝霧が降りていたので、家の裏の空き地に咲いている彼岸花を撮りました、開放か F5.6 くらいで撮ったと思います。いつも動画楽しみにしておりますということですね。これどうでしょうね。開放ぐらいじゃないかな。結構ボケてますもんね。まあ、3.5 か 5.6 かなんてそんなに差はできないか。でね、ファントム8のね、高解像度、で、ハイコントラストでね、生き生きとね、彼岸花を撮っておられますね。もうちょっと絞っても面白いかなと思うんですけど、ただファントム8なんでね、シャッター速度が激遅になってしまうんで、まあ、この辺が限界かなとも思いますね。ファントム8いいフィルムですね。僕はファントム8よりどっちかって言ったらバビロン13の方が好きかもしれないですけど、ここは好みですね。ファントム8が断然好きっていう人もいると思いますね。このフィルム面白いですね。ただ撮るのはしんどいです。ケイジローさんありがとうございます。次はテラーさんの作品で3枚。タイトルがね、原岡海岸のドラマということで、カメラはね、富士フィルムの X プロ3。レンズは XF35mmF2.0 ということですね。3枚組写真になっておりますがね、これ1枚目見るとわかるんですけどね、遠くに富士山が映っておりますね。原岡海岸ってどこなんだろうな。これ、夫婦岩っぽい岩が映っておりまして、釣り人が映っております。雰囲気よく映っておりますが、3枚目だけちょっと傾斜が、狂っておりますね。まあね、テラーさんね、相変わらずね、その露出、このね、モノクロの露出をよく分かっておる撮影をしておりますね。黒く潰して、うまいこと撮っております。はい、テラーさんありがとうございます。次はね、サムライジャパンさんの作品。で、タイトルがね、はってゆくってことですね。カメラはキャノンデミ EE17。富士カラー100で撮られているということなんですけども、この写真なんですけども、先日紹介したね、デミエスと同じレンズのはずなんですけども、これ綺麗な写りしてますね。で、色が見たらわかるように、ちょっとね、マゼンダに転んでる調子が見えます。このレンズもしかしたらカラーで撮ると美味しいかもしれないですね。エモい写真が撮れるんじゃないでしょうか。デミエスにカラーネガ入れて撮ってみるかな、一遍チャレンジしてみるかなってちょっとこの写真を見て考えました。サムライジャパンさん、なかなかいい作品だと思います。ありがとうございます。次がね、一都市九さんの作品2枚。1枚目が朝露、オリンパス OM30、随行 100mmF2.8、アグファ APX100、2枚目は高知、高安地で高知ですね。オリンパス OM30、随行 28mmF3.5、アグファ APX100 というですね。1枚目なんですけど、もうちょっと寄りたかったかな、これ無理だったかな、ちょっとね、なんていうんですか、うるさい写真になってしまって、もっと寄ってね、朝露をアップにしたかったところですが、これ100ミリなんで、最短撮影が1メートルとか 1.5 メートルになってしまうんで、無理かな。この手の写真はできればマクロで撮りたい。2枚目のコーチなんですけど、これ28ミリでね、これ光がないんですけども、アンダーで撮影しておりましてね、かなりいい雰囲気で撮られています。この写真結構好きですね。28ミリのね、ワイド感を活かして、いい写真になっていると思います。はい、一都市九さんありがとうございます。今日のね、作品投稿のコーナーはここまで。11名も待機者が出ておりますが、あまり長くなるとね、ちょっとしんどくなるということもあって、今日はここまでにしておきます。ちょっとね、投稿している方ね、お待ちくださいませ。あとね、いつも、ね、言ってますけども、投稿のルールをね、しっかり確認してからね、投稿ください。投稿のルールは、この YouTube の動画の、概要にね、詳しく書いてあります。そちらを参考にして投稿くださいね。次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、時神さんの俺のカメラですね。俺のカメラのコーナーに投稿します。このカメラ12年前に中古店で購入したオリンパス XA です。
1979年より発売された 35mmF2.8 のレンズのレンジファインダーカメラ、ストロボのついてる写真上上の機体が中期型、写真下の機体が前期型と呼ばれています。未点検ということで1台500円で2台買いました。2台とも故障などなく今でも快調に動作しています。購入した中古店では後期型のみ点検整備を行い、1万円から2万円前後で販売し、前期型と中期型は点検はせずそのままジャンク500円で処分してしまいます。おかげで安く買えましたが、ストロボはなく別途2000円で購入しました。このカメラは購入以来使い まくってますが、さあいつまで持つかな。まあ、電子カメラですんでね、これ別体なんですね、ストロボがね。エレクトリックフラッシュ H16 って書いてありますけど、普段はそのストロボなし、下のね、姿で使うんでしょうけど、前期型、中期型、後期型どう変わるんでしょうね。どうやらアーサー感度は800から25から800まで、手動で設定するみたいですね。 F 随行、35mmF2.8 使いやすそうだとは思いますが、 F 随行って書いてあるということは結構前の発売になるのかな。オリンパスのね、カメラ、どうしてもね OM のね一眼レフとかが注目されがちですけど、やっぱねオリンパスといえばコンパクト、コンパクトのカメラはね写りがいいんですね。のね XM もね使ってみたいんですけど、ヤフオクとかで見ると結構高いですし、ジャンクコーナーには並んでないしで、まあ出会いがあれば一度使ってみたいカメラになりますね。はい、今日の動画はこんな感じです。いかがだったでしょうか。高評価の方はねどしどし、もうボシッと押すだけなんで、ね、高評価お願いします。あとねコメントの方なんですけど、ツイッターでも言いますけどね、なかなか返せる状況になくなってきてるんですけど、コメントはねもうその動画のコメントだけはね 100% 返答、返していくつもりで今んところいます。でまあ、見落としたりしてね抜けることはあるかもしれませんけど、基本的にはね全部コメント返ししていきますんで、ちょっと時間はかかりますけどね、どしどしコメントお願いします。コメントがねたくさん来た方がね動画はシェアされるらしいので、ぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録はね、どうやらね以前のペースには戻りましたが、月130人ペースぐらいでねチャンネル登録増えていっておりますんで、まだまだねチャンネル登録、増やしていこうと思ってますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。次の動画は何だったかな。何で撮った写真だったか忘れたぞ。モノクロの写真だったけどな。忘れちゃった。次の動画までお楽しみということで、今日の動画はここまでになります。最後まで見ていただきありがとうございます。暇がねある時なんかはねまたライブとかもしていこうと思いますけど、あんまりライブやったらライブのネタが尽きちゃうかな。適当なライブになっていくかもしれませんけどね、皆さんの質問を多くしますとかいうライブでもいいかもしれませんけどね。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。